プリキュア、歴代のみんな大好きプリキュア作品ランキングトップ11。毎年新たなシリーズが加わるプリキュア作品ですが、最初の放送から数えるとかなりの作品数です。しかし視聴者に人気な作品は一体何だったのでしょう。今回はプリキュアシリーズでも人気の高いものをランキング形式で発表していきます。ストーリーの良さ、作画のクオリティについても触れていきますので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。第11位、ハピネスチャージプリキュア。雪の恵みは常に自分のため、みんなのために全力を尽くして頑張る女の子。自分の中から湧き起こるハッピーパワーを全開にして行動することで、周囲をもハッピーにしていきます。ある日、商店街へやってきた恵みは、歩道橋の上に佇む姫と出会います。しかし、出会って早々、すぐ近くで敵であるサイヤークが暴れています。姫は思わずプリキュアに変身します。ピンチに陥る姫。そんな姫を助けたいという恵みの愛のパワーが高まり、恵みもキュアラブリーに変身します。ストーリーはミラージュ戦から最後までの盛り上がりがすごかったという声が上がっています。映画版のストーリーも好評でした。さらにエンディングのキャラ CG のクオリティの高さは、これを超えられるエンディングはないと言われるほど、実際に見てみると動きのリアルさや滑らかさに驚かされます。また可愛らしさと少女らしい元気な部分も両立して、一つの曲の中で表現されているのは確かにハイクオリティとしか言いようがありません。第10位、キラキラプリキュアアラモード。主人公である宇佐美一花はスイーツが大好きな中学2年生。海外で働く母親が帰ってくるため、ショートケーキ作りに挑戦していました。しかし、ペコリンという妖精が突然空から降ってきます。さらにはクリームが爆発し、ケーキを泥棒されてしまいます。同じ頃、街でも変な事件が多発します。しかも犯人はへんてこな怪物でした。敵はスイーツに宿るエネルギーキラキラルを抜き取って、次から次へとスイーツを真っ黒に変えてしまいます。自分のお母さんへの思いがこもった大切なショートケーキはそうはさせないと抵抗する主人公。そして宇佐美一花特製うさぎショートケーキを完成させたその時、伝説のパティシエプリキュアになります。思いが詰まった大切なスイーツたちを守るためプリキュアは戦います。本作は当時のツイッターでの実況投稿などからも話題性の高さが伺えます。またキラキラプリキュアアラモードは従来のプリキュアファンとは違った層も取り込んでいたと思います。例えばキュアショコラは従来の可愛いプリキュアではなく、まるで宝塚の男役を彷彿とさせる姿。放送当時は女性視聴者も多く目立ちました。また6人のプリキュアはどれも個性的で多くの好みをカバーしていたと思います。キラキラプリキュアアラモードを見れば必ず自分のお気に入りのプリキュアが見つかるはずです。第9位、ヒーリングッドプリキュア。主人公花寺のどかは健やか市に引っ越してきたばかりの中学2年生。散歩に出かけると突然公園に大きな怪物が現れてしまう。そしてそこに逃げ遅れてぐったりしているラテを見つけます。しかし一緒にいたラビリンは特別なお手当てが必要だと話す。この子を絶対助けたいとのどかが思うと、ラビリンの前に光るステッキが現れて、のどかはプリキュアの姿になります。地球のお医者さんをモチーフにしている着眼点も面白いですよね。地球のお医者さんということは地球を癒すのかな、などいろいろと想像ができます。ストーリーは王道ですが、王道のプリキュアだからこそいい作品であったとも言われています。ファンからは最初からハイクオリティ、特に変身前のキャラクターデザインが可愛いなど、いろんな方向から注目が集まった作品となりました。第9位、スタートゥインクルプリキュア。主人公星名光は宇宙と星座が大好きな中学2年生。ある日、星空を観察しながらノートに星座を描いていると、突然、謎の生物、フアがワープしてきました。それから、空からロケットが落ちてきます。そして、宇宙人のララとプルンスまでやってきます。地球から遠く離れた
星空界の中心部にある聖域スターパレスでは、12星座のスタープリンセスたちが全宇宙の均衡を保っていたそうです。しかしある時何者かに襲われて、プリンセスたちは12本のプリンセススターカラーペンになって宇宙に散らばってしまったよう。このままでは星が消えて地球も宇宙も闇に飲まれてしまいそう。星々の輝きが失われしとき、トゥインクルブックと共に現る戦士プリキュアが再び輝きを取り戻すという古くから伝わる伝説を頼りに、ララたちは宇宙に。プリンセスが最後に生み出した希望フワと一緒に伝説の戦士プリキュアを探していたのです。そこへ宇宙の支配を目論むノットレーダーがフワを狙って襲いかかってきます。ヒカルがフワを助けたいと思った瞬間、トゥインクルブックからスターカラーペンダントと変身スターカラーペンが現れてプリキュアに変身します。宇宙に散らばったプリンセスカラーペンを集めてスタープリンセス復活の鍵となるフワを育てます。プリキュアシリーズ16作目の本作はシリーズ初の宇宙を股にかけたストーリーが展開しました。また変身部分をアイテムのペンで描くのも斬新だと話題になりました。また最終回のまさかの展開に当時視聴者の涙腺は崩壊した作品です。第8位スイートプリキュア。2011年放送のプリキュア作品ですが、未だに人気は健在です。音楽があふれる街カノン町、この街で育った北条響と南野かなでは小さい頃からいつも一緒だった幼なじみ。けれど中学生になってからはなぜか顔を合わせれば喧嘩ばかりしてしまっていました。そんな二人のもとに音楽の国メージャーランドからやってきた妖精ハミーが現れます。ハミーは伝説の音符に書かれている幸福のメロディーを不幸のメロディーに変えようと企む悪の王メフィストから世界を守るため、二人にプリキュアに変身してほしいと頼みます。いつもは全く意見が合わない響と奏だが、二人の正義の心が一つになった時プリキュアに変身します。美人と人気なプリキュア響をはじめキャラクタークオリティが高いと言われています。戦闘シーンも必見の価値ありです。第7位トロピカルージュプリキュア。トロピカルージュプリキュアではなんと人魚が登場します。この人魚がツンデレでなんともクセモノだったり可愛かったりします。小さな島で生まれ育ち、春から都会の中学校に通う中学1年生の夏海真夏。ふるさとの島から引っ越してきた日、真夏は伝説の戦士プリキュアを探しに一人で地上へやってきた人魚の女の子ローラと出会います。ローラのふるさと人魚の国グランオーシャンは暗い海の底に住む後回しの魔女の襲撃を受け、やる気パワーがみんな奪われてしまったのです。人間のやる気パワーまで奪われたら世界は大変なことになります。そんな中地上に現れた後回しの魔女の召使いにローラが捕まってしまいます。そして真夏は伝説の戦士プリキュアであるキュアサマーに変身します。サンゴをはじめキャラクターたちの可愛い姿が目立ちます。また主人公がなぜ最初に相手に名前を聞くのかなど、些細なことと思われたことが実は伏線だったりと、ストーリーのクオリティも好評です。第6位魔法使いプリキュア。第6位となった魔法使いプリキュアはストーリーのクオリティが高いと大変評判の作品です。話を追って最後まで見てみればその作りの丁寧さに驚くはずです。まさにこんな展開が見たかったとファンの期待に応えるような作品です。主人公の朝比奈未来は春休みのある夜、空から謎の物体が近くの公園に落ちていくところを発見します。もしかして魔法使いかもと期待に胸を膨らませる未来は、翌朝ワクワクしながら幼い頃からずっと可愛がっているクマのぬいぐるみモフルンと一緒に公園に向かいます。するとそこで目にしたのはほうきにまたがって宙に浮く女の子リコと名乗る、その女の子はなんと本物の魔法使いでした。未来は魔法使いに興味津々でリコを質問攻めに。するとリコはあるものを探しに未来の住む世界にやってきたらしいのです。さらによく見ると二人はなぜか同じペンダントをつけていました。
そんな中、闇の魔法使いドクロクシーの仲間バッティが2人の前に現れます。リンクルストーンエメラルドを渡せとリコに迫りますが、どうやらリコもリンクルストーンエメラルドを探しているらしく、バッティの闇の魔法で生まれた怪物ヨクバールに追い詰められます。絶体絶命のその時、ミライとリコ、そしてモフルンが手をつなぎ、魔法の言葉キュアップラパパと唱えると、ペンダントが光り輝き、伝説の魔法使いプリキュアが誕生するのです。プリキュアになった時の可愛さも人気の一つですが、ストーリー展開の丁寧さと怒涛の伏線回収で一つの作品としてクオリティが高いと評判です。感動したといった声が多く上がっています。第5位、フレッシュプリキュア。主人公の桃園ラブは四つ葉中学校2年生。ある日、人気ダンスユニットトリニティのライブを見に行ったラブは、パラレルワールドを含む全世界の支配統制を目論む管理国家ラビリンスから送り込まれたナケワメイケのせいでライブをめちゃくちゃにされます。憧れの人を守りたい、トリニティのライブをもう一度見たいと強い気持ちに突き動かされたラブは、鍵型の不思議な妖精ピックルンと変身携帯手帳リンクルンの力でプリキュアに変身します。妖精の国スイーツ王国から来たタルトとシフォン、そして幼馴染のミキと祈りと一緒に、愛と希望と祈りのハートでラビリンスの野望をくじきます。従来のシリーズに比べ、より幅広い年齢層を想定したストーリーが特徴です。また戦闘だけでなく、さまざまなプリキュアたちのシーンに関してもスタッフが挑戦的な姿勢で作ったとのことで、皆様おなじみの伝説の水着会は当時から話題になりました。後にプリキュアとなるイース様をはじめ、キャラクターの可愛さも人気な作品です。さすが5位に入ってくるプリキュアは人気作として有名な作品ですね。続いてお次は、主人公の春の遥かにはプリンセスになることという夢がありました。しかし人々の夢を扉の中に閉ざし、絶望に染めてしまう敵が目の前に現れます。プリンセスパフュームと、昔夢であった彼方にもらってお守りにしていたドレスアップキーで、主人公はプリンセスプリキュアに変身しました。強さ、優しさ、美しさを兼ね備えた真のプリンセスとなり、世界を救うことがプリンセスプリキュアの使命。自分自身の夢やみんなを守るためにも、プリキュアたちは敵と戦います。夢を叶えようとするはるかの奮闘の様子は、思わず胸が熱くなります。さて、次はいよいよベスト3です。気になる第3位は、2人はプリキュア。原点にして圧倒的人気のあるプリキュアシリーズです。スポーツ万能、勉強嫌いだけど正義感が強く、クラスでも人気者のミスミナギサ。成績優秀で常にクラスのトップだが、実は結構天然ボケの雪城ほのか。2人はそれぞれ不思議な生き物メップルとミップルに出会う。邪悪なドツクゾーンがメップルたちの故郷光の園を襲撃し、地球に逃げてきたらしい。そしてメップルとミップルによって、渚とほのかは変身する能力を与えられ、プリキュアとして戦うことに。性格も何もが違う2人が力を合わせて敵に立ち向かうストーリーです。初めてのプリキュアとしてのファンの思いもあるでしょうが、内容はこの順位に値するクオリティといっても過言ではありません。必殺技のバラエティは少ないながらも、戦闘シーンの質が高く、バトルアニメのようです。またプリキュアの一人であるミスミナギサの活発で正義感のある性格とルックスも人気の要素です。第2位、ハートキャッチプリキュア。花咲きつぼみは花や植物が大好きな中学2年生内気で、おしゃれにも興味がない少女だった。しかし引っ越しを機に、内気な自分をイメチェンしたいと思い、私立明道学園に転校します。ですがつぼみの思いとは別に、強引でマイペースなクラスメートくるみエリカに振り回され戸惑ってしまう。そんなつぼみの前に心の胎児の妖精シプレとコフレが現れ、さらに彼らを追ってきた悪の組織の一人サソリーナがしょんぼりしていたエリカの心の花を奪ってしまう。彼女を救うためつぼみはプリキュアに変身する。そしてキュアブロッサムのピンチをきっかけに、エリカもプリキュアへと変身を遂げる。
そして敵に立ち向かいます。ハートキャッチプリキュアが人気な理由は、なんといってもキュアマリンの可愛さ。これが今も大きなお友達の心を掴んで離さないのです。また変身してないクルミエリカの状態もかなり可愛く、2010年に放送されてから10年経っても未だに話題に上がるプリキュアです。そして気になる第1位はスマイルプリキュア。宇宙のどこかにあるおとぎ話の登場人物が暮らすメルヘンランド。その中にはおとぎ話の悪役ばかりが集まったバッドエンド王国がありました。彼ら悪役たちは人々に最悪の結末を見せて、そこから発生するバッドエナジーを集めようと地球にやってきました。しかもこのままでは地球だけでなく全ての世界が最悪の結末を迎えてしまいます。それを防ぐために妖精キャンディは5人の伝説の戦士プリキュアを探し、バッドエンド王国に奪われたメルヘンランドの女王の幸せの力キュアデコルを取り戻さなくてはなりません。5つの光に導かれ地球にやってきたキャンディは主人公ミユキに出会いました。ミユキがスマイルパクトを取ると、なんとプリキュアの姿に。残る4人の仲間も集まり、世界からスマイルを守るため5人のプリキュアが奮闘します。この作品は特に戦闘シーンが評価されています。特に43話は未だに1、2を争う名シーンと高評価。各キャラクターの表情や動きなど作画レベルの高さも圧巻です。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。またこんな動画を作ってほしいなどのリクエストもお待ちしておりますので、どしどしコメントもいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。